こんにちは、橋本彩子です。今日はセミナー集客のできる人できない人の違いをお伝えをします。セミナー集客ができるかできないかの違い、いろんな要素があるんですけれども、そのうちの一つがセールスレターです。セミナー集客をするときにセールスレターを書くと思うんですけれども、そのセールスレターがですね、セミナー集客できないレターになってると集客できないんですよね。どういうセールスレターが良くて、どういうセールスレターがダメなのかっていうと、まずダメなパターンに多い例として、書き手の本音を言えてない。例えば女性向けの美しくなるためのセミナーだとしますよね。で、セールスレターに、美しくなりたい方へみたいな、よくある言葉が書いてあるかもしれないんですけれども、でもその美しくなりたいのは何のためっていうところまでイメージして書いていないと、あんまりそのターゲットの心の奥の方には届かない。美しくなりたいけど、なりたいなみたいな、別にセミナー行かなくてもなんかダイエット本とか読めばいいかなとか、そういう風になっちゃうので、でもそのセールスレターを読んで、あ、この人に会ってみたいとか、このセミナー行ってみたいと思わせるには、その美しくなりたいの先の本音の部分まで伝えてあげた方がいいんですよね。例えば、ターゲットは40代の女性向けで美しくなりたい方で、何のために美しくなりたいかっていうと、同窓会で同級生に負けないようにするためとか、あとはバツイチになってこれからまた彼氏を作って再婚したいとか、あとはなんか子供の同級生に綺麗なママだねと言ってもらいたいとか、いろんな潜在ニーズがあるんですよね。その潜在ニーズは何なのか、ニーズの奥底に隠れてある本当の願い、こうするためにこれをしたい、そういった潜在ニーズ、本音の奥の本音に気づかせてあげるっていうのがセールスレターの役割なんですよね。ターゲット自身も気づいてないかもしれないので、そのターゲット自身が気づいてないかもしれない本音の奥の本音に気づかせてあげるっていうのがセールスレターの役割なので、建前ではないターゲットの本音にまで触れていく。なので、だから建前でいいことだけ書く、例えばもう社会貢献みたいなだけだと、なんかこう他人事なんですよね、ターゲットからしたら。多くの人が今の自分の生活をより良くするために買い物したりとかお金を使うんですよ。で、あんまりこう人のこととか考えてない人の方が多いので、なんか綺麗事だけ言ってもあんまり響かない。なので、もうぶっちゃけこうですよねみたいな、例えば、ぶっちゃけたくさんの女の子にモテたいですよねとか、モテて何をしたいかっていうところまで書いていくっていうことがターゲットの本音に響くメッセージなので、居酒屋で親友に喋ってるように書くっていうことが大事かなと思います。というわけで、セミナー集客をするためのセールスレターを書くためにぜひ参考にしていただければと思います。もし私に喋ってほしい内容とかご相談とかありましたら、この YouTube の詳細欄に LINE で相談できる LINE アットの URL を記載しておりますので、そちらから LINE の友達追加をお願いいたします。で、あとこのチャンネルのチャンネル登録もお願いします。では。